2022年4月13日、海上自衛隊と航空自衛隊は日本海において、アメリカ海軍の空母エイブラハム・リンカーンを擁する、空母打撃群との共同訓練を実施したことを明らかにしたよ。この発表に先立って、内閣の松野官房長官は記者会見でこの共同訓練について触れ、特定の国を念頭に置いた訓練ではないとしてはいたんだけど、北朝鮮は4月15日に故、キム・イルソン主席の誕生日を祝う太陽節を予定しており、今年はキム・イルソン生誕110周年の節目であることから、大規模な閲兵式軍事パレードが計画されているとみられ、1週間ほど前から衛星画像などで、パレードが開催されるキム・イルソン広場が、数万人の人で埋め尽くされパレードの予行演習が行われているのが確認されているみたい。あるいはこの予行演習が、25日に予定されている、朝鮮人民革命軍創設90周年の記念式典に閲兵式が行われるのではないかとの見方もあるみたいだよ。いずれにせよ、4月は北朝鮮にとって大きな2つのイベントが控えており、それに合わせて弾道ミサイルの発射実験が行われる可能性が高いとの指摘があるだけでなく、核実験を再開させるのではないかとの見方も出ているな。さて今回は日本海でアメリカ海軍の空母打撃群と、海上自衛隊のイージス護衛艦が共同訓練を実施したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2018年5月、当時のトランプ大統領との米朝首脳会談を前に、キム・ジョンウンは北東部のプンゲリにある核実験場を閉鎖、坑道などを爆破して使用できないことをトランプ大統領にアピールしたんだけど、最近のアメリカの研究グループの衛星写真解析によると、プンゲリにおいて坑道の掘削作業が行われている可能性を推測させる動きが確認され、この実験場を再び使用するために復旧作業を行っているのではないかとの見方が広がっているよ。これらの事態を受けて、アメリカのバイデン大統領が空母、エイブラハム・リンカーン空母打撃群を派遣したとみられ、空母打撃群は4月12日には日本海に展開しており、海上自衛隊の呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊所属の、ムラサメ型汎用護衛艦稲妻 DD-105 が同伴航行しているのが確認されているんだよね。13日にはこれに佐世保基地から第1護衛隊軍第5護衛隊所属の、混合型ミサイル護衛艦混合 DDG-173 が合流して訓練が実施され、航空自衛隊からはおそらく福岡県の築城基地の第8航空団所属と思われる、F2 戦闘機が4機参加して、エイブラハム・リンカーンに搭載されている。第9空母航空団第314海兵戦闘攻撃飛行隊 VMFA314 ブラックナイツの F35C ライトニング2や第117艦上空中早期警戒飛行隊 VAW117 ウォールバンガーズの早期警戒機 E2D ホークアイなどと共に編隊を組み、艦隊上空をフライパスする画像などが海上自衛隊から公開されているみたい。ちなみに、空母エイブラハム・リンカーンを機関とする第3空母打撃群 CSG-3 は、2022年1月3日に母港のカリフォルニア州にあるサンディエゴ基地を出港し、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦モービルベイ CG-53 と、第21駆逐隊 DESRON-21 のアレイバーク級ミサイル駆逐艦フィッツジェラルド DDG-62、グリッドレイ DDG-101、サンプソン DDG-102、スプルーアンス DDG-111 の水上艦6隻のほか、1隻もしくは2隻の攻撃型原子力潜水艦で構成されているぜ。今回の空母打撃群の日本海での展開に関して、韓国の各メディアが盛んに、韓米共同演習の実施のためとの見解を示していたんだけど、これまでのところ韓国軍が合流したとの情報はなく、例年4月頃に開催されている韓国軍とアメリカ軍の、共同演習の計画があるとの情報はないみたい。アメリカの原子力空母が日本海に展開するのは2017年11月以来約5年ぶりなんだけど、当時の北朝鮮は現在と同様に大陸間弾道ミサイル ICBM の発射実験を繰り返していたばかりか、核実験を行ったことで朝鮮半島の緊張が最高に高まり、そのために北朝鮮への牽制として当時のトランプ政権が、空母ロナルド・レーガン、セオドア・ルーズベルト、ニミッツの3隻の、ニミッツ級原子力空母と空母打撃群を日本海に展開させたものだよ。そして、この際にはアメリカ海軍は海上自衛隊だけでなく、韓国軍とも共同演習を行っており、もし今回も北朝鮮を威嚇することが目的であるのなら、当然韓国軍も参加すべきであるのに全くそのような情報がないことが不思議として、アメリカと韓国の関係が悪化しているのではないかと指摘する声が上がっているらしいな。この共同訓練に韓国軍が参加していないことが判明していこう。インターネット上でこの件について報道したのは4月13日付の中央日報だけで、他メディアからは発信されていなくて、12日までは、
アメリカ空母がトンヘに展開したのは北朝鮮を牽制するためで、韓国軍との共同演習が行われると大はしゃぎしていたことから見れば、何事もなかったかのように静かなんだよね。以前から、アメリカは中国やロシアに必要以上の忖度を見せるムンジェイン政権に対しては、相当の不信感を抱いていたとされ、そのことを裏付けるような出来事が様々あるんだ。韓国の左派政治家で北朝鮮生まれのムンジェイン氏が大統領に就任以来、アメリカとの間には様々な軋轢が生じていたが、それが顕著に現れ出したのはここ数年のことだよな。2021年12月6日にアメリカのサキ大統領報道官が、中国の新疆ウイグル自治区におけるウイグル族への人権侵害に対する抗議表明として、2022年2月に開催が予定されている北京冬季オリンピックと、パラリンピックに外交的ボイコットとして公式な外交代表団を送らないことを表明したね。このアメリカによる外交的ボイコット公式発表は同盟国、友好国に対し、遠回しに足並みを揃えるよう要請する意味もあったんだけど、それはアメリカの要請に応じてではなく、各国が自主的判断で、外交的ボイコットを行うことで中国に対して効果的な圧力をかけることが狙いであり、早速、イギリス、カナダ、オーストラリアなどがこれに同調する意向を表明し、日本も外交的ボイコットを表明していたんだ。しかし、韓国は外国首脳の発言について言及しないとして、北京五輪の外交的ボイコットに関連し、アメリカ側から協議の要請を受けたことはなく検討はしていない、と消極的な姿勢を見せていたんだよな。そして、その直後にムンジェイン氏がオーストラリアを訪問した際には、モリソン首相との会談において韓国は北京オリンピックに対して外交的ボイコットを検討していない、と言い切りすでに外交的ボイコットの実施を発表していた西側諸国を驚かせたってわけだぜ。このこと以外にも、ムンジェイン政権時代にはアメリカに不信感を抱かせる言動が山ほどあり、一部ではすでにアメリカは韓国を同盟国とは見ていないとする見方も出てきているよ。アメリカは、2022年3月9日に実施された大統領選挙で新たに韓国大統領となった、保守系最大野党のユン・ソンニョル氏が率いる政権がどのような動きを見せるか注視しているとみられ、その動きによっては、これまで守ってきた韓国を、本気で見捨てる可能性を指摘する声が上がり始めているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日はみんな大好きあずきバーの雑学を紹介するよ。あずきバーは1973年に発売されたアイスで、2018年には発売から45年が経過したよ。それまでに様々なアイスが発売されたものの、現在も根強い人気を誇っているロングセラー商品であり、井村屋の看板商品となっている。なんと、日本国内のスーパーの約9割であずきバーが販売されているというデータもあり、井村屋の売上高の2割弱をあずきバーが占めているそうなんだ。そんなあずきバーは、他社のアイスと比べても硬いことでよく知られているよね。2017年にはその硬さを利用して、岐阜県関市とのコラボであずきバーの刀が製作されたほどなんだ。井村屋のあずきバーの商品紹介ページでは、硬く凍っているため、歯を痛めないようにご注意くださいという文言もあるんだ。あずきバーが硬い理由は、大きく分けて3つあるそうなんだ。空気の含有量が少ない、乳化剤や安定剤などの添加物が入っていない、乳固形分が入っていない。あずきバーのコンセプトは全材をそのままアイスにするというものであり、余計な成分を加えてしまうと全材をアイスにするというコンセプトから逸脱してしまうことから、原材料はあずき、砂糖、コーンスターチ、塩、水飴の5種類しか使われていないそうだよ。それぞれの素材を活かした結果、空気の含有量が少なくなり、他のアイスよりも硬くなったんだ。意図的に硬くしようとしたわけではなく、より全材に近い美味しいアイスを製作しようと工夫したがための硬さなんだ。実は、このあずきバーは発売当初よりも硬くなっているって知ってた？発売当初はアイスはより甘いものが求められていたそうなんだ。しかし、時代が移り変わった結果、消費者は昔に比べて甘さを求めなくなってきたんだ。そこで、甘さを調整するために水分量を増やしたところ、以前よりも氷の割合が増えて硬くなったんだ。水を凍らせただけの氷に、そのままかじりつくとすごく硬いよね。アイスも同じであり、水分量が多いイコール氷が多いイコール硬いということになり、逆に水分量が少なく乳成分が多く、空気を含んでいるアイスクリームなどは柔らかいんだ。以上、あずきバーがすごく硬い理由や、昔よりも硬度が増していることの雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。